です、はい、バンド活動をするにあたり他のメンバーと、うんうん、これは気が合うなと思ったのはいつ頃ですか何をした時でしょうか。お互いを同じ時に気が合うなと思っていたのか少しずれてたのか興味ありますと。お最初の頃 ね気が合うなと 思う瞬間あったのかな。もし俺はね、あ面白いなと思った瞬間いっぱいありますよ。ピグモンだろ。あのね、人形町で坂崎がピグモンの格好して交差点を格好してね、いやいやだからねすごいなと思って。そうなの。このバンドに入ろうと僕は思いましたピグモンね。ピグモン、ピグモンするやついなかった学校で。いないよ。いるだろう。いない一人か二人ぐらい。いや俺もさ、ウルトラね、ああいうの好きだったから、うん、特撮ものは、はい、だから結構ね見てたんで、うん、は本当にこの世にピグモンがいるんだと思って形も同じような感じだった人形町の横断歩道で、うん、うん、なんかそんな感じがしましたね。あとねやっぱりほらなんかねよく俺よく飯食っていっぱい飯は食ったね。そうで、うん、食べるとね、うん、歌いたくなるんですよ。そうだよ高見さん特徴だもん。何か知んないけどすごいよ高見さん。飯腹いっぱい食うと必ず部屋に戻ってきて歌うんですよ、ね、歌うでその歌ってるとね、うん、高崎は必ずねコーラスをつけてくれる例えばいろんな歌歌ってもね、歌本見てあこれやってみようと。ってみよう、ね、すごいな、こいつ面白いなと、これは面白いなと思いましたけどねそうね、うん、まあ、まあ、気が合うなっていうのはあんまり実感としてっていうよりもそれはなんかこうそういう日常のね。そうだよ、これがあってんじゃないよ。なんとなくこ う、ね、話しながらあこれはそうそうそう例えば同じタイプだなとかさでそういうことになっていくよ ね、 うん、だからちょっと後になってからだよね。やっぱり残ってって、ね、うん、結局3人になってって、うん、ずっと何年もしてみてやっぱ気が合ったんだなとかね。まあそういうのありますよね。その瞬間瞬間ではやっぱりね、うん、いろんな友達がいて。そうだよね、別々にも友達いたわけだからね。そうそういたわけですよね、うん、まあ、そんな中でやっぱり音楽を通じてっていうのは最初あったかな。それはあった ね、あの同じようなの聞いてたとかね、うん、コーラスが好きだった。桜井なんかさ、うん、俺高校一緒だったよね、うん、まあ、前もよく話したけど声がでかいんだよ。とにかくさでかいんだよな。あいつなんか廊下走ってこ うわーってなんかもう F1 のように走ってくるんだ。なんか知んないけど小学生だったらいるけどさなんで叫んでんのかなあいつと思ったけどね、まあ、何かあったんだろう。何かあったんだと思うけど、ね、叫んでたってすごいよな。そうだってそれもあーって言いながらだよ遠くから。すごいね。そうこあいつ誰言いながら走ってる。あいつ誰、あいつ F 組の桜井。えあいつか。すごいな、すげえなと思ったけどね。桜井は高見沢のことを中庭で見た時に声は高いやつだなと思ったでしょ、うん、お互いにその声の印象なんです ね、声の印象なんだね。まあその時は一緒にやると思ってなかったからね。その時はね、うん、気が合うも合わないも分かんないからね。分かんないもんな、うんうん、ただ名楽風っつうのはあるよな。明治学院はしかもほらクラスごとでしょ。どっちかとずっとこうね一緒ですからね。3年間一緒だからね。坂村は米組の友達がいっぱいいたわけじゃん。そう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 。でも音楽やってるやついたってね、うん、結構 D 組のいたわけじゃん。いたいたいた。でもロック系が多くて、うん、なんか下手なわりに下手くそなんだけどやっぱりこうそういうものにはなんかでかい音に憧れてた、うん、みんなやっぱやってるんだよ、うん、高校的な。でも中にはそういうホークのやつも いたよ。あいたんだ。いたいた。でもやってないんだ。聞いてるだけ。聞いてるだけか。そうそうそう。だから桜井は F 組で実際に やれるやつと組んだわけだからね、うん、そうだね。なんか音楽をなんか自分でアクティブにやろうとするのはロック系のやつが多かったな、うちのクラスがね。ああほらやっぱりそれはあれだ。アンプとかさドラムとかさ、うん、必要じゃない。それはねある程度ほら余裕がないとできないからさ。そうそう裕福な人じゃないとね。一人そういうのがいればバンドに一人いたんだろう大金持ちがいたいた。うまいかなそういうのを利用するのいや利用したくない本人がやりたいって本人がやりたいって。そうそうそう。だからじゃあやろうか。まあでも大事なんだよ。ロックやるには必ずお金持ちのやつがいないとね。いないとできないよ。その音出さなきゃいけないから。そう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 。やっぱりある程度広さがないといけないしね。練習場とかね。そう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 。あと楽器もそうだけどさ、アンプ、リアカー、うん、一番はやっぱりドラムですよ。ドラムだよな。ドラムがないとやっぱりねなんとかないですね。うちにもだから隅田川高校でも、うん、あの 5,6 人いたのよロックやるやつ。ああいたんだ。でやっぱりアンプとかドラムセットを、うんうん、持ってる人がいたんだ。持ってる。亀戸の13軒通りっていう通りの中にあの化粧品屋やってるやつがいたのよ。あそいつが持ってたんだ。そいつのその裏がさ、うん、部屋があってさ、あそこは練習の場所になってたけ ど、 だからそこにアンプとかあのドラムセットしてあって、で俺ベースのやつがさ怪我しちゃって、うん、文化祭出れなかったからってさ、うん、頼まれて、
坂崎ちょっと簡単だから弾いてくれってさ、うん、ハートブレーカーとかやってたの。いや一緒に弾いてたんだ。みんな突っ張りだよリーゼントの。あ、それが何グランドファンクのハートブレーカーさ。ハートブレーカーをやるのさ、突っ張りの連中がさ、ね、で俺そのフォークなんだけど、うん、坂崎何でもできっからちょっと弾いてくれよってさ、うん、であのハートブレーカーとかベースいいっすよ。じゃあじゃあじゃあじゃん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 ハートブレーカーって 3,4 曲やってたの。でもなんかそういう Are you ready? Are you ready? もやった。文化祭でね、でもそいつの家でやっぱやってたもん。フォークの連中はギター一本でいいからね。そうだね、楽は楽。その辺がね。